6日目も残り3番となりました。4勝1敗の大関の日馬富士、昨日は横綱朝青龍に金星、自身初めての金星獲得の豪栄道。豪栄道はその金星で2勝3敗の星です。日馬富士が序盤5日間を終えて4勝1敗、ないしは全勝という成績は4場所ぶり。このところは序盤に取りこぼしのあった日馬富士ですが、今場所は4勝1敗。今日からの中盤戦です。西方大関日馬富士、モンゴルゴビアル隊出身、伊勢ヶ濱部屋、東方豪栄道、東前頭2枚目、大阪府寝屋川市出身、境川部屋、呼び出しは拓郎。過去10回の対戦は式守伊之助、日馬富士7勝豪栄道3勝で、このところ日馬富士が4連勝中。1年前豪栄道が寄り切りで勝ちましたが、このところは日馬富士の展開となっています。豪栄道は昨日5日目に初めての金星朝青龍から挙げました。昨日インタビュールームではなかなかまだ実感が湧かないという話もしていましたが、花道の藤井さん、はい、昨日部屋にもう帰る頃からですね、いろんな人から祝福の電話とかメールをたくさんいただいて、やっぱり横綱に勝つということはこういうことなんだなと、まあ、少しずつ実感が湧いてきたそうです。あ、そうですか。ただ相撲としてはね、攻め込まれましたよね、それでも勝てたことは本当に良かったと思いますということで、佐藤さん、今日で横綱大関戦すべて終わるわけですね。はい、序盤戦本人もね、立ち合いは悪くないと、ですから後半戦に向けてはもっと早く自分の型に持ち込めるような相撲を取ってみたいと、こういうふうに意欲も出てきているようですね。なるほど、もっと早く自分の型に、まあ、小車さん、はい、そのあたりが豪栄道、このあとさらに伸びていくかどうかという、そうでしょうね、やはり体が大きいとか小さいの前にね、豪栄道にそれこそ日馬富士のようなね、鋭い当たりが身についてきたらね、あ、なるほど、これはもう、もうすぐ大関じゃないですか、はい、どうしてもこの相撲がね、後手後手ですからね、攻められてからの投げとか、そして勝つことがかなり多いんでね、これやっぱ負けてもやっぱ前に出て負けるようになってくると力がついてきた証拠だと思いますけどね。なるほど、今日は大関の日馬富士に対して自分の流れ、そして攻めて相撲を取り切ることができるかどうか。日馬富士はここまで4勝1敗の好成績、白鵬についてこの後優勝争いを盛り上げることができるか日馬富士。両者が低い、あ、引いてしまった、日馬富士残りました。日馬富士の勝ち、豪栄道あと一歩及びませんでした。試合に当たって、そして相手の腕を引っ掛けるようにして回り込みました。日馬富士5勝目。こちらは唇を噛みながら花道を下がる豪栄道。豪栄道はこれで2勝4敗。日馬富士は星を伸ばしました。向正面の千賀ノ浦さん、はい、どういうふうにこれを考えればいいですかね。そうですね、日馬富士の方はね、周りから見ればちょっとヒヤッとした感じだと思うんですよ、でも本人は別にまだまだとらと思ってたんじゃないかなと思いますよ。余裕があったんじゃないかと思いますけどもね。そうですか、はい、まあ豪栄道の方はね、昨日は負けたと思ったら勝ってですね、今日はやったかなと思ったら行かれたわけですから、そうです、まあ、逆ですね、昨日は。そうですね、ただ今の、まあ、プラマイドルですね、引っ掛けで日馬富士の勝ち。決まり手は引っ掛け、右手で相手の
右の手の内側から引っ張るような形で引っ掛けの決まり手、春馬富士5勝目。これで大関の中では春馬富士、そして琴欧州と星を伸ばし